ちは。こんにちは。イエスです。お願いします。よろしくお願いします。オス。ありがとうございます。座っていいですか。もちろんです。オス。面接受けることなんかないでしょ、だって。ない。ない。人生で初めての面接だね。本当に、うん、そうなんだ、うん。バイトとかもないの。中学校からも飛び職やってたから、ずっと。あ、そっか。じゃあそれすらないんだ。ない。すごい。でも向こうで、ね、もらう側だもんね、どっちかって言ったら履歴書。雇う側じゃん。今、うん、うん、今はね。そうだね。どう書いてみて。いや大変だね、この思い出さなきゃいけないからさ。あ、確かにね、昔のことをね、うんうん、全然覚えてないなと思った、うん、あ、なるほどね。全然はるか昔のことだもんね。確かにね。だって音楽キャリアだけ振り返ったってすごい長さだもんね、もはや ね、うん、おっさんっすよ俺ら。いや、そりゃそうだもん。もうおっさんも、いや、おっさんもいいとこ。いや、本当に、まあ、街とかでもそうだけど、うん、キャーとか言ってくる、言ってくる言われると、はい、おっさんやぞ。もうそういう気がする。いや、なんかもうちょっと20代とか30代前半の子に言った方がいいんじゃないの。確かに確かに。あれ、ライブの楽屋行ったってほとんど年上だもんね、もはやね。うん、うんうん、確かにな。でもそうだ、同い年だもんね、81年生まれね、うんうん、あれ TS ってそもそもなんで TS なの。名前はね、もともとはね、普通に俺本名翼っていうんだけど、うん、DJ で翼っていう名前でやってて、うん、でね、それもね、記憶のことなんだけど、まあ昔すぎるからね、もうそのつけた人が、もうもはや連絡取れないから。うわ、でも俺がナズと JG が好きで、中学校の時めちゃくちゃかけてて、はい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 、もう家とかでもいつも聞いてて、うん、でどっちかの、うん、そのリリックのラインが、うん、の4小節が、うん、頭文字が TACE だった、うん、で こうなってたの、うんうんうん、でこれここのパンチライン、うん、すげえなんかお前の性格とかとなんかリンクしてるから、うんうんうん、これがいいんじゃないって言って、うん、あ、確かにそんな名前つける人いないなと思って、かっこいいなと思って、うん、それをそのまま使わせていただきました、うん、めっちゃいい由来があるじゃん。え、めっちゃいい由来だってどの曲かが。でもめっちゃかっけえ由来だな、それは、うん、で沖縄出身なんだね。そう、出身というか、まあ、生まれたのが沖縄で。うん、そっか、みんななんか、まあそりゃそうだけど、多分水戸出身、なんか水戸とかのイメージあるじゃん、ね、って言って、うん、まあ何とこでもいいんだけどね。でも俺はね、うん、でもそっか、振り返ってみると96年から DJ を始めるってめっちゃ早いよね。めっちゃ早いかな。早いよ、ね、え、中 2? 早いよ。でも中2で俺DJ やって、うん、めっちゃ可愛がられるの。そりゃお姉さんとかにも。あ、当時は、今はあれだけどさ、当時って高校生が夜中のクラブイベントとかやってたから。はいはいはい、分かる分かる、うん、そしたら年上の女の人とかが可愛いとか言って、うん、めっちゃいいのよ。それはこれ最高だなみたいな、夢展開みたいなを見てた友達たちが、うん、まあ、みんなヒップホップ好きだった、はい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 、どんどん始めてったよ。もうそれは俺もなるそれはなるよね。漫画の世界だから。そういうなんか、あ、なんていうのかな、下心、はい、下心下心で、はいはいはい、形成されてました。なるほど、ね、でもそれはでも実力とかもあったからだったんじゃないの、それは。やっぱりまあでも学校行かないでスクラッチしてたね。あ、そうなんだ、うん、でもじゃあ中学校からそうなんだね。でもね、うん、その時ってほらラップとかもあったじゃん、きっと世の中的に、うん、DJ だった。なんで DJ が良いなって思った。ここから俺の音楽人生が始まると、うん、で DJ ってのは当時レコードでさ、うん、人の作ったものをかけるんだよね。で、うん、別にこれを作るわけじゃないんだよね、うんうん、だからなんか楽じゃん。そのさ楽に見えたっていうことですね。そう、なんか今は、うん、例えば今だと自分でこうピアノ弾いてこう、うん、コードを弾いて、はい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 、メロを歌って、うん、そこにドラムを乗せたり、うん、ベースを弾いたりとか、うん、なんか、うん、音楽ってこう作るの一個できるまでがものすごい大変だから、一曲が、うん、それがなんとなく、うん、すごい大変そうだなと思って、うん、DJ の方がいいな。なるほどね。でもすぐできた DJ も。いや、すぐはできないよね、うん、DJ は DJ で大変なとこあるじゃん。めちゃくちゃ練習したり、うん、どういうまず曲をさ、うん、すごいいっぱい知らないといけないからさ、ノーと思ってさ、例えば、はいはい、
渋谷とかして、うんうん、その DJ のやつをこう見て、そこを見てこうメモるとか。かじり、ちょ、嫌な DJ 隠す人いるからね。そう、そう。俺はそうは絶対ならないと思ったの。どんな隠してんのみたいな。あ、そうそう。なんで隠す必要あんのって言ってるよね。確かに。売ってるわ、そこら辺に、みたいな。でもさ、DJ ってさ、俺もなんか昔 DJ もしたことあるけど、お金かかるじゃん、最初。うんうん、だから中学生大変じゃない、やっぱり。うん、なんか揃えなきゃいけないじゃん、一式。ターンテーブルからね。そうそう、だし、レコードもほら、どんどん新譜が出てさ、うん、その謎に2枚買わなきゃいけないみたいな、そうそうそう、鬼ルールがあるわけじゃん。うん、それって大変じゃない。すんげえ大変だった。ねえ、そうだよね。お金はどうしてたの、その時は。いやいや、働けないから中学生。そうだけど。しょうがないでしょ。俺が思ってることだと全然違うとこから来てる。マジで。でもそれで、そっか、中学卒業したら、今度は仕事できるようになったから、うん、仕事もしながらみたいな。そうそうそう。なるほどね。でも大変だよね、トビの仕事もすげえ。めちゃくちゃ大変だよ。ね、しかも夜 DJ やって、トビ昼間だから、そう。ね、朝からってイメージだもんね。睡眠不足。そうだよね。でも結構ちゃんと仕事したんだ、この時は。うん、仕事はちゃんとしてた。ただ、捕まってしまうから、どうしても。仕事してても捕まっちゃう。そう、なんか子供の頃っていろんなことやんなきゃいけない。はいはいはい、忙しいから、こう先輩に、なんか、例えばどっかと喧嘩だとか言って、あいつどうにかしろとか言われたりとかする、うん、やったりとかすると、それが捕まって、うん、こう少年院とかに入っていくわけですよ。中学校の時に鑑別所に入ってるから、もう、自動的に少年院に、もう、エリートコースでこう行くわけですよ。だから全然その高校みんなが行ってた3年間はいない、うん、あんまり。そういう道にはどの辺から入ったの？小6中1ぐらい。小6中1なんだ。早いね、それもすごいね。そういう地域だから、うん、なんかもう小学校6年生ぐらいで髪の毛とか染め出すのよ。ああ、なるほどね。タバコ吸い出したりとかするのよ。だいぶ早いな。早いよね。そう、今考えると小6は早いよ、さすがに。で、なんか先輩からボロボロのスカジャンが回ってきたり、あ、なるほど、ね、中学校入るときはこう短ランとボンタンを買えとか言われて、買えって小学生に。そうだよね。しちゃぶれでも何でもしてもらえとか言われて、ああ、おーすみたいな感じで、ね、そういうとこが自然にさ、そのなんかこう、俺らってさ、うん、ヤンキーカルチャーとこのストリートカルチャーがちょうどこう混ざってるところじゃん。めちゃめちゃわかる。うん、じゃん。だから、両方が来るんだよね。はいはい、それ一番大変だね、逆に。そう、俺はストリートの方の先輩たちは、うん、そのこういう DJ を教えてくれたり、俺とヒップホップを合わせてくれたりとか、ブルーハーツを教えてくれたりとか。最初どんな風に教わるの？最初ね、小学校6年生の時に、うん、茶髪のママシャリ乗った男が、はいはい、俺が、うんうん、地元に公園があって、うん、そここうさ、ガラスでさ、うん、自分たちが映る場所でさ、ダンサーとかよく踊ってたじゃん、うん、ね、街とかで、わかるわかる、うん、で、そこ結構広くて、うん、ダンサーも踊ってるし、スケーターはスケボーやってるし、はい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 、で、なんかラジカセみたいなのがいっぱい置いてあって、いろんなところでヒップホップがかかってる、うん、結構そういうすごい公園で、夜になると、で、なんかやっぱかっこいいなとか楽しそうだなと思って、まあ そうだよね、その公園を、うん、1週間ぐらいずっとぐる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 利用してたら、うわーって言われて、うわーと思って、こっち来いって言われて、うわーと思って、でもまあ、行きたいなと思って、そうね、行ったら、なんか、お前興味あんのみたいな、はいって言って、で、なんかそこの、その輪に入れてくれて、まあみんなもう高校生とか、そうだよね、だいぶ前とかだから、夜でしょ、だってそれは。そう、俺12歳だから、うん、12歳、そんな夜その辺うろうろしないんだよね、本当は。オナニーとかしてんのかとか言われて、してるとか言って。ちょうどギリギリだよね、それも、ね。言うたら、小学校6年生は。うん。なんか、そう、それでその人たちと仲良くなって、うん、もう、まあ、もちろんその人たちはさ、ヒップホップをずっと聴いてる、ね、人たちだから、はい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 、そういう人たちからいろんな CD とか当時カセットテープとか、そういうのもうこれいらなくなったからやるよとか言っていっぱいもらって、でずっと聴いてた。でもあれだよね、多分俺らの世代ぐらいだとさ、小学校の終わりとか中学校にヒップホップだったら結構早いよね。あ、ね、ファーサイドのファーストとか、クリスクロスとか、あ、はい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 、はい、そういうもうめちゃくちゃオールドスクールな、そうだね、そういうのから聴いてた。まだ学校とかじゃ周り全然ヒップホップって感じじゃなかったし、長年だと。そうだよね。あの CD のジャケットのにさ、うん、デニムをこう逆さに履いてるんですよ。分かる分かる分かる。持ってってやろうって言われたら、うん、絶対やだって言われた。あのビデオ込みでね、見てたらかっこいいけどね。で、ラップが始めるのが結構後だよね、これでも。そしたら。2003年って。
意外だね、うん、でもそれってなんかなんかもう DJ でミックステープを17歳ぐらいから出してて、うん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 、でもクソに2枚使いとかしまくって、はい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 、その頃ってもう、うん、確かにムロさんとかデビライズさんとかにも俺くっついてて、ああそうなんだ、そうだから DJ としてってこと、レコードバッグ持ちとか、はいはいはいタバコ買ってきてとか、うん、で、 ももうさ、うん、もう超いいとこじゃん、もうだって当時エルドラーとか、そうね、うん、だから、ね、いつもこの、うん、そここの新譜がやばいとかさ、うん、何がどうだっていうヒップホップの情報は結構早く来るのよ、うん、一番早いじゃん、 KODP とかそこにいるってことでしょ、うん、あでもしかもいるシーン的にさ、それこそさ何だろう、ラップを一から始めて下積みでいくよりなんかいい意味でいいステージをずっと見てきてるじゃん、多分、うん、DJ としても、私周りの先輩とかもさ、当たり前のアベレージが違うというか、でもここの当たり前に行くまでの大変だった、うん、レコードバッグを持って5階まで運んだり、まあそうだよね、確かにね、ほんと昔ってレコード運ばなきゃいけないんだもんね、肉体労働だからね、うん、そっか、でもやっぱそれは続けられたんだ、ちゃんと、うん、楽しかったね、やっぱり知らない世界とかさ、うん、この先何があるんだろうみたいなことがさ、うん、子供ってさ、うん、めちゃくちゃ広いじゃない、ほんと知らないことだらけじゃない、はい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 、だからもうワクワクが止まらないみたいな、だから別に全然苦しいとかきついとか、なるほどね、でもさ今思い返ってもさ、そのそこがどうだったか分かんないけど、基本的に日本語ラップの先輩たちの縦社会ってさ、うん、めっちゃ厳しくなかった、うん、めっちゃ厳しかった、そうだよね、だから多分今のみんなが思ってる下積みより多分ハードなんだよな、あの時代の人は、うんうん、ハードだね、あそこの先輩たちの下にいたって多分すげえんだろうなって、俺でもあそこの先輩たちの縦社会より自分の地元の暴走族の先輩の縦社会の方が余裕でハードだから、じゃあ先にもう全見てるからもうね、あの先輩たちがハードコアとか言っても、はいはいはい、はい、こっちもハードコアだったからって確かにいたから、理不尽の度合いが違うよね、そう違う違う違う、そうだよね、後ろに手組めって手組んでバーンって殴られるとかも意味わからない、意味わからないよね、なんでみたいな、縦とか十字剣じゃないあそうか、じゃあその経験が生きてんだ、そう生きてるどこで生きるかいいのかどうなのかみたいな、そんでそれを駆使して、うんうん、で自分でミックステープ作ってで配ったりとかしてたら、うん、だんだん人気になってきて、うんうん、俺ねミックス、C、テープから CD まででね、うん、8タイトルぐらいか9タイトルかな、うん、出して、うんうん、これずっとねシスコとか石井とかだった、あーじゃあもうすごいね、うん、ある程度金になってて、うん、そうだよね、だから別にあ、まあ、今ちょっと DJ で金稼げるから忙しいなみたいな感じで、うん、ラップのこととか全然考えてなかったんだけど、そうね、うんうんうん、ほんとね頭ハンサムとか、うん、もちろんランチャンスティックスとかもそうだし、うん、でもエルドラの流れだよね、スイケンとか、うん、だからそこら辺の人たちとかが、うん、大隅くんとかが、うんうんうん、なんかミックステープめっちゃ入れてんじゃんみたいな、うん、はい、だからフリースタイルさせてよみたいな、フリースタイルじゃないんだけど、はいはい、自分でバース蹴らしてよみたいな感じで、あったよね、うん、そうあったじゃん、テープの中で2枚使いしてそこでラップするみたいな、うん、あった、それをやって、うん、どん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 来るのよ、まあ、売れてるからね、ミックステープのなんか前半何分大幅に人のラップになってきちゃった、うん、日本語ラップになってきちゃった先輩だし断りづらいじゃんなんだでしかもね入れたら売れるから、まはいはい、あ逆にね、そう、うんうん、でなんかこうやってるうちに俺もラップしたいなって思ってきて、うん、でブルーハーツがめちゃくちゃ好き で、 あでブルーハーツ日本語ラップって当時そんなにブルーハーツみたいなこうどんなメッセージとか角度でもいいけどこう、うん、ザンってくるみたいなのって当時そんなないんだよね、そうだね、確かに、ね、言葉遊びとかなんか結果何が言いたいのこの曲はみたいな曲だらけでここの一行がかっこいいとかトラックがかっこいいとか、そんなぐらいの感覚で俺は聴いてて、うんまあ、だんだんこうクロート受けな空気にもなってる時あるね、90年代終わりぐらいとかね、うんうん、でなんか他にそういう人いないから、うん、じゃあやってみようかなって、あなるほどね、でもあの当時マジでミックス CD とか売れてたもんね、うんうん、俺も買ってたしやっぱ人の
音源をさ、勝手に使ってさ、うん、勝手に卓録してさ、それでさ、100万とか稼いでさ、1万払わないんだからね。あの頃はそうだった。本当ありがとうございます。でもっとひどいの、向こうのラジオそのままダビングしたやつとかも映ってたね。売ってた、売ってた。これただダビングしただけじゃんみたいな。家の回してすらいねえみたいな。誰かんちで撮った MTV の VHS が売ってるぞ。それに全然次元が違うぐらいちゃんとしてるからね、DJ は。しかもラップがさ、そのみんなのフリースタイル入ってるとよりオリジナル感あるじゃん。うんうん、それはもうそこでしか聞けないから。オフィシャルみたいな感じに見えるもんね。うん、そうそうそう。で、ラップ始めてみようって思ってすぐできたの、うん。だからラップしてたから。やっぱそんだけラッパーとかもずっといるから、まあまあね、見てるしね、ずっとね、うん、俺だったらそこのインこっち踏むけどねとか、俺だったらこっち行くなとか、なんかそんな思ってて、うん、でもラップはやってみたらやっぱ楽しかった、うん、楽しかった、何が面白かったのラップのなんか DJ に比べて。俺自分がこう思ったなみたいな、こう思ったけど、はいはい、DJ って、うん、こういう風に会って喋ったら、うん、いや俺はこう思ったんだけどさ、はいはいはい、言えるけど言える、ね、うんうん、何か伝えたいことがあっても、うん、自分の DJ を見に来てくれる人には伝えられないじゃん、まあ、直接はね、うん、当時はマイク使ってる人なんていないよ ね, い な, い, よねいない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 、そういないから、うんうん、そんな発想もなくて、でもまあ、うん、ファンクマスターフレックスとかあんなやってたけどさ、はい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 、自分が自分の思いの丈を喋るなんていうことは、いや、ハーレムでこのマスターキーさんぐらいじゃないですか。マイク掴んでたのやっぱり。だからなんかなかなかできなくて、うん、でじゃあ曲にしようみたいな。ああ、なるほど、ね。それがめちゃくちゃ良かった。ああ、じゃあ性に合ってたんだ、なんかその、うん、言いたいこと言えるみたいな。はい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 、はい、で続けて2008年にファーストアルバムなんだね。うん。でも結構でもそれでいくと、でも始めてから5年で言ったら短いのかな。その合間に、うん、あの。東京トライブのサントラとか、あ、はい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 、ジャストブレイズとメロさんがやってたやつとか、あ、はいはいはい、あとなんかそうランチとのユニットで出したりとか、うんうん、そうだよね、そんなのもあった、うん、そうだよね、しかも地元にランチもいるんだもんね、うんうん、そっか、でアルバム、ファーストアルバム出して、うん、どうファーストアルバム出したらなんか変わった感じとかあった、うだつが上がらないって書いてあるけど、まあこれね、ファーストアルバムを出してから、うん、この2017年までの間はうだつが上がりませんってこと、うんうん、めちゃくちゃ長くないでもそれ9年あるよだって、え、うん、しかもうだつが上がらないって感じもなんか俺そのこの2000年代後半ぐらいからやっぱでも TS が水戸にいるみたいなのって多分結構みんなラッパーは知ってたというか、そうなのかな、なんかそういうイメージあったし、なんかそうだとなんかやったりはしてたよ、なんか例えばセカンドアルバム出して、うんうん、TUC の25周年のなんかでっかいイベントで俺とニトロとか、うんうん、あってなんか水戸で TS のワンマンは人が入ってるとか、一応はやってたけど、うん、なんかそんなパッとしねえなみたいな、ああそうなんだ、なんかそれは自分で思ったけど、でも焦りとかはあったんですか、レコード会社とかそのなんだろう、そのファーストアルバムを出す前に権利っていうのはどうなっていて、うんうん、でまあ一般的なことでいうと原版権っていうのは 14% しかなくてとか、その権利のことを勉強したらバカじゃないのと思って、俺は誰にも権利を渡さねえと思って、はい、まあ、今で考えたらめっちゃ正しいじゃん、うん、だけど当時でいくとまだ少なかったよ、自分で原版持とうってラッパーなんて、そのファーストアルバムも流通とかもかけてるけど手売りとかもやって1万枚ぐらい売ったの、めちゃくちゃ売ってるね、ワンマンやったら1500人ぐらい来たのかな、うん、めちゃくちゃうだつ上がってるけど、当時のヒップホップの日本グラップシーンで言ったらうだつ上がってそうだけどね、うん、だけど、うん、だから確かにそこになんかいろんな事務所の人が来たり、うん、なんかレコード会社の人が来たり、うん、来てたけど、来てなんかやろうって言われたりとかそれからしていくんだけど、うん、自分で会社を持って、うん、自分の会社の人たちに運営をさせて、うん、で音源を出してライブをして、そのライブの運営も自分たちの会社じゃん、うんうん、全部、うんうんうん、それでこうビジネスとしてのカロリーの高さみたいなのが、うん、に、うん、うわってなって、これはしんどいな、大変だよね確かにね、うん、でこの金額かよみたいな、あとかもあって、じゃあどうしようかなみたいなことで多分いろんなことがこうグリ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 答えが見つからないからさ、うんうんうん、してて多分うだつが上がらないっていう書いてんだと思うんだけど、なるほどね、でも発想としてはさ、今のなんかヒップホップとか今の俺らの目線からするとめっちゃさ正しいというかさ、現場持って自分たちで運営してみたいな、お母さんが死んで、あ、うんうんうん、でまあ死ぬなみたいな、うん、
いろんなものを手放してやり始めたんだよね、うん、あ集中したってことですか。そうそうそう、うんうん、もっと音楽と向き合ったっていうか、はいはい、